はい、こんにちは。紙芝居けんちゃんです。今日はね、けんちゃんの認知症のお話冒険編お届けしましょう。あ、しんちゃん、ごめんね、ちょっと静かにしてくださいね。はい、じゃあ始まります。皆さん、こちらが今日の主役けんぞうさんですよ。それではけんぞうさんにマイクを渡しましょう。聞こえてますか。名前はけんぞうです。年はあれ、わし名古屋だったっけ。で、神戸生まれの神戸育ち、シャキシャキの、コテコテの神戸っ子で、おま、定年まで港の近くの小さい貿易会社で経理やっててな。で、退職してからは自治会の役員とかなんかそんなもんやってたわ。去年家内の梅を病気で亡くしてな、ほんまつろうてつろうて、やっと気持ちも落ち着いてきた頃や。最愛の奥さんでしたので、半年くらいは悲しみに明け暮れる日々が続いた健三さん。ようやく悲しみが癒えてきた頃には、なんだか自分の周りで起こることがおかしな具合になってました。今日の日にちがわからない、簡単な計算ができない、人と約束してもすぐすっぽかしてしまう、買い物の帰り道に迷ってしまうという具合です。そう、どうやら健三さんは認知症になってしまったようです。ですよね、健三さん。そうやねんで、なんか言おう思ってたんやけど、何やったかな。まあでも、もともとが寝やかの健三さん、まあええか、忘れても別に死ねえし。あいー、それで民生委員の中井さんにしつこく勧められたんで、一応医者に行って何やら引き算させられて、まあ軽度の認知症らしいですわと中井さんからこそっと伝えられたんです。健三さんはとりあえず、そうそう、そうやと思ってたわと答えておきましたが、実は何のことかよく分かってないようです。まあそれでもやっぱり寝垢で天然キャラの健三さん、地域の集い場で友人に会ったらすぐに報告します。あのな、わしな、実はな、認知症って病気なんやてや。友人たちは突然何を言い出すやらとびっくり仰天しましたが、努めて平静を保って、そうというのがやっとでした。狭い町内ですからね、健三さんが認知症になったという噂は瞬く間に広がっていきました。中には健三さんの姿を見ればひそひそ話をする意地悪な奥さんたちもいましたが、健三さんはお構いなし。そして町のほとんどの人は全然気にしない。認知症であろうがなかろうが、健三さんは健三さん、いつものように声を掛け合います。中には認知症の健三さんなんて呼ぶ人もいますが、愛情がこもっているので健三さんも何よと普通に答えるだけ。それがいつものやり取りです。健三さんはこの町ではさながらスーパーヒーローでした。それでも健三さんにも気に食わないことがあるんですね。この間はデイサービスの車から降りてしばらく待ってるおばあちゃんがあまりに暇そうにしていたので、おばあちゃん散歩でも行こうかと押していこうとしたら、健三さん危ないからやめてと怒られてしまいました。え？なんか悪いことした？
で、今朝はゴミ出ししようとしたら、まあ健三さんでもできるのねとばあさん連中にからかわれるし、甲子園のナイターに行くと言ったら中井さんまで、いや健三さん一人はやめた方がええな、何があるからわからんからって、一体何があるっちゅうの、何回も言ってるのに。健三さんはあんまり腹が立ったのでやけ酒、久しぶりに屋台で一杯引っ掛けてきました。そして帰り道のこと、え、まあこんなとこで休憩でっか、おこんばんは。あらま、この人返事せえへんわ、聞こえてへんのかな。じいちゃんこんばんは。健三さんは自分も立派なじいちゃんであることをすっかり忘れて声をかけていました。え、あ、なんや、よっさんか。今何時？え、いや、よっさんちゃうけど、今か？そうやな、多分6時頃ちゃうかな。6時って朝の？なあ、ほな、今夜ですよ。ここどこ？家帰りたいねん、連れて行ってえな。いやいや、急に言われてもな。で、家どこなん？さあ。いや、さあって。名前は？名前って何や？健三さん、困り果ててしまいましたが、とりあえず一緒にじいちゃんの家を探してあげようと心に決めました。すると途中でじいちゃんがぽつりぽつりと喋り始めます。家に大きなクスノキがあってな、あ、畑で野菜がようけ取れたわ、よう遊んだな、楽しかったわ。それから健三さんとじいちゃんは、じいちゃんの家探しというミッションを背負って、あてのない冒険に出たのでした。すみません、この辺に、じいちゃんの家知らんかね。大きなクスノキのある家やねんけど。いや、私ちょっとわかりませんね。すみません、急いでますので。おい、僕、この辺に、こんなでかいクスノキのあるのって知らんか？で、健三さん、なんでわざわざ子供に聞くの？じいちゃんもびっくり。すいません、この辺に、あー、よっさん、ナンバーショットか、キーッ、ほら、危ないねんか。ふう、間一髪。健三さん、もうちょっとで車にはねられるところでした。じいちゃんの意外な運動神経に助けられたのでした。それにしても、なんか変わった言葉使ってましたね。ナンバー？ナンバー？おう、じいちゃん、ついにやったぞ。巨大クスノキ。とうとう見つけたな。ここがじいちゃんの家や。ほんまや、あったわ。クスノキの大木の前で万歳三唱する勢いのじいちゃんとよす、いやいや、健三さんでした。ここは家ちゃうわな。どう見てもちゃうな。駅やな。するとまたぽつりぽつりと話し始めたじいちゃん。ちょうど真夜中に夜行列車が出発してな、それに乗って家に帰っててん。20系のスマートな客車でな、綺麗なフォルムやった。え、じいちゃんえらい詳しいな。でフォルムってなんや。そして健三さんはちょっと考えてから、じいちゃん、
ほら行こう。一緒に夜行列車乗ろう。ほんまか？あ、いや、やっぱりやめとこわ。よっさんに悪いわ。ああ、疲れたな。こんなこてきつか。じいちゃんの家遠いんやな。わからんわ。家帰りたいねん。連れてってな、よっさん。はあ、じいちゃん、ほら見てみ。星が綺麗やな。よっさん、ほんまやな。うちも綺麗やったで。てかまだ言うてんの。わしの名前は賢三や。よっさんちゃいます。え、賢三っちゅうのよっさん。だからよっさん、あんたええ人やな。ありがとうな。ありがとう。その時どこか遠くで聞こえてきた声がだんだん近づいてきました。奥さん、奥さん、徳さん、あそこ徳さんちゃう？ああ、やっぱり徳さんや。ああ、無事でよかった。おやつの後からずっと探してたのよ。本当に無事でよかった。おお、緑か。迎えに来てくれたんやな。ありがとう。やだ、まった徳さんたら。いつも私を娘さんだと思ってるのよ。賢三さんも超びっくり。じいちゃん、あ、いやいや、徳さんは実の名を石川徳三郎。賢三さんより一つ年上。長崎県の小さな村の出身で、集団就職で若い時に神戸に来ていたことが分かりました。賢三さんはデイサービスからいっぱい感謝されただけではなく、警察からも感謝状をもらうことになり、この件でさらに地域のスーパーヒーローになりました。で、賢三さん、まだ何が何だか分からないみたいですね。その後、徳さんは昔からの鉄道ファンが高じて、ケアマネさんの紹介でおっちゃんジオラマ同好会に入って、すっかり童心に帰って楽しんでいます。時々賢三さんも覗きに来てはちょっかい、いやいや、一緒に楽しんでいます。めでたしめでたし。さあ、皆さんいかがでしたか？年を取ると誰でも認知症になる可能性があるんですね。認知症になるのはとても不安で心もとないことには違いなりません。でも賢三さん、なんだかいつも幸せそうに見えませんでしたか？もちろん元々の性格もありますが、賢三さんはいつも認知症どこ吹く風、まずは人の助けになって人の喜ぶ顔を見ることが何より幸せだったんですね。そんな気持ちには認知症、認知症ではないは全然関係ないんですね。皆さんも道で賢三さんに出会ったら試しに何かを頼んでみてください。賢三さんはきっと喜んで力を貸してくれますから。おしまい。